さてさて、どんな会社から来てるかな。すごい、こんなポジションで、なんて魅力的な闇バイト。あら、あ、もうディズビーチ。もう今落としたんですか。落ちたけど。落とした。あら、申し訳ないですね、うん、まあ、それを記念してですね、うん、今日ちょっと短かったでしょ、うんうん、それを記念して、うん、ハイブリッドドーン。雑な方、雑な方。うるせえな。今日のはね、すぐ分かる。もうこれはね、お子ちゃまでも分かるやつです。大丈夫でしょうか。お子ちゃましか分からんじゃないか。お子ちゃましか分からんかもしれん。いいですか、第1問。からの、わかんない。さてどうだ。やっぱそれお子ちゃましかわからんパターンやないですか。あ、違う。1曲目はお子ちゃましかわからない。1曲目わかったでしょ。リスナーの皆さん、いかがですか。え、もう一回。1曲目何。1曲目なんだっけ。聞いたことあるなと思うけど。いや、聞いたことあるって。タイトルがえらい流行りましたもん。あ、はい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 、ですよ。タイトルが分かる。なんだ。で、2曲目はアグネスちゃんの名曲です。多分知らねえだろうな。もう1970年ぐらいの話だから。パーパーパッパーパッ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 。で、2曲目がね、草原の輝きっていうアグネスちゃんの名曲だったんですけど、わかんないよね。もう選曲をミスりました。はい、じゃあ第2問。それタイトルなんかやね。何それ。チロリアンじゃないですよね。なんで分かったんですか。違う、タイトルあるじゃないですかそれ。いや、それチロリアンだ。チロリアンでいいんですか。2曲目。それは何ですか。マーチまでつくのかな。つけていいでしょうか。どうぞ答えをどうぞ。チロリアンパンマンののがいる、うん、いらない。アンパンマンマーチ。バカだな。本当にあれチロリアン。チロリアン。歌おう歌おう。ウィン少年合唱団だって。てなわけで、エキセントリック中川発車します。出発進行。木曜のお昼、いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンド仲間と一緒に、博多南駅じゃないよ、今日は西畑のカフェクローバーより中市レディオシンジケートに乗せて30分間。ね、チロリアンが大好きだというあなたにお届けします。ではご挨拶お願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。チロリアンもね、イーズかよ。あ、そうだよね。意外と発祥が多いっちゃね、イーズかね。飯塚で育ったミオさんでーす。よし、イエーイ。ちょっと風邪をひきまして、ちょっとお聞き苦しい声だったりするかもしれませんが、はい、のだめを舐めながらちょっと喋らせていただこうと思います。あつみんです。イエーイ。たけし市長、お元気でしょうか。いつもありがとうございます。マロさんです。え。何が言いたいのか。いや、あのね、 Facebook でさ、いいねんとこに市長のいいねがつくんだ。え、つながってるんですか。よく
いいねがとりあえず竹瀬さんの名前でついてるから、うん、ひょっとして聞いてくれてるって思ったんですよ。あのこの駅線のあれにですか。そう、マジでですか。そうだよ、ずっとよ、ここ今年の5、6回ついてんですよ。へえ、ちょっとそれでびっくりしちゃって、ちょっと今日ご挨拶しとかなきゃなと思って、ね、てかこの会った時に聞いてみてください。聞いてみてください。何それって言われてやだな。恥ずかしいな。しかしですよ、うん、なんかねやっぱりもう暑くなりましたよね。まだ梅雨明けてないですよ。梅雨明けたら梅雨雨降らないじゃんよ。だいたいここのとこそんな感じじゃないですか。梅雨入りすると降らない、ね、うん、ちょっと降って晴れ続きでね、雨降らないと困るなっていうのが、近所にアジサイが咲いてるんですけど、アジサイ、はい、水がないから茶色なんですよ、うん、枯れてきます、ね、青とかね、なくてさ、うん、あれちょっとね何とかしてほしいなって思っております。でも雨降ったら降ったでまた嫌だしね。困りますね、降りすぎる。線状降雨帯でしょ。友達が奄美に住んでるんですよ。ああ辛いな。ちょっと今崖崩れで陸の孤島状態になってるらしくって、停電もしてるって言ってました。フェイスブックでちょっと繋がってるんで。水も出ないとかやない。水は確認できてる段階でまだ水は止まってないっていう風に、うん、でもなんか断水に備えて、うん、なんだっけ、レントっていう焼酎の瓶に水いっぱい溜めてました。焼酎の瓶ってのまた奄美っぽくていいですね。うん、なんか青い瓶に なんか10本ぐらい水入れて。でしかしですよ、日本の地図とか見て天気予報とか見てたら、東京の方って意外と暑いんね。暑いですね。福岡はやっぱりあれですか、日本海側だからそんなにないのかな。2、3度やっぱりなんか2度ぐらい高いって、ね、とにかく地面がないんですよ。あ、もう照り返しで。あ、そっか、もうヒートアイランド系、うん、そう暑いです、うん、もう気を失いそうになりますね、うん、外いると。それでエアコンの室外機がいっぱいあるしね、うん、ああそうだね、みんなでね、うん、熱出してるからね外でね。そうです。いや日本ってこう弓なりになってるじゃないですか、うん、だからちょうどあそこって意外と晴れるとこなんだよね、出っ張ってるから。海に面してて、千葉とかさ、から春にかけては全然雨降らないですね。だよね、うん、だけあそこ発達したのかな、うん、なんかテレビでね、首都福岡ってあって知ってます。首都福岡誰だっけやってたの。あー、ゴリケンさんとかやってました、ね、バラエティーとか。バラエティーで首都福岡だって。で、まあ、別に福岡くんの2番線じゃないけど、福岡くんの裏でやっ裏っていうかちょい重なるぐらいでやってるやつですね、うん、はいはいはい。井桁弘恵ちゃんが出てますね。誰知らん。小峠と井桁弘恵ちゃん。ああ小峠さん出てますよね、うん、井桁弘恵ちゃん女優ですよ。いろん今結構もう活躍してますよ。あ、そう、やばい、ちょっとチェックして。私の中学の同級生の娘ですよ。本当に。あ、前言われてた、はい、前ね確か言ったね、うん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 、へえその子なんだ、うん、変なとこでつながってんな。さあそうですね、今日は今日ね、ようしゃべるな。伊藤ちゃんもお休みだよね、伊藤ちゃんもお休み、もお休みです、うん、今日はこの3人でお送りいたします。エキセントリック中川、ご唱和ください。喜んで。中川よかったろー。ここはよかとこですばーい。バイバイ。バイバイキー。伊藤ちゃん、頼む伊藤ちゃん。よろしくお願いしますよ。てなわけで。てなわけで。なんやろ。なん話すっちゃろ。面白いっちゃろね。ヤーコンってあるじゃん、名産でさ。ヤーコン、はい。またヤーコンの話。あ、もうやめた。あれソフトクリームかなんないのかな。あ、ヤーコン、あ、前話したね、やめとこ。好きやねヤーコン。ヤーコンとなんだっけ、香りないから食感が特徴ですからね。大根みたいな食感でしょ、ジャリジャリ、ガリガリ。大根っていうか梨みたいな。あ、梨みたいな、うん、あ、多分ネタが尽きたらもうヤーコンとタコスの話。山桃は今再生でしょ。今旬です、ね、今もうほんと収穫、うん、
行ったことあります？山桃の収穫。もう行ってますよ。本当？はい。夏海何回も行っとるよ。南畑の収穫はちょっと終わったんですよ。あ、もう山の中の、はい、そこは終わったっていうかちょっともうちょっと入れなくて、で去年からあの、ま、中川市内各地ある木山桃の木からあの持ち主の方に交渉をして、うんうんうん、あの取らせてもらってるっていうような形になってます、うん、でも今年はでもあれ南畑でしょ、こんなでかいのが取れてたの、あの女子高生、あのほら中川、ね、福岡女子小、南畑の方もありますし、もうとにかく市内いろんなところに、うん、やっぱりあの市の木なんで、うんうん、あの植えてらっしゃるところがたくさんあるので、うん、そういったところ、うちも植えてますよ。あ、じゃあ、実は実がちっちゃいじゃん、うち肥料やってないから、あ、うん、ダメなんですよ。昨日刀輪賞に行ったら刀輪賞どっさり落ちとったよ下に、うん、あ、これもったいないと思う。どうなんですかね、そうなんや、基本やっぱちょっと消毒をして使ってないところにお願いしてるんで、うん、ね、うん、去年は確か刀輪賞のと、うん、をちょっと取らせてもらってるんですよ。ちょっと去年が裏年であまりなってなかったんで、今年すごかった、今年はすごいみたいね、今年はもうその分、うん、やっぱり木が疲れるらしいんですね、実をたくさんつけると、うん、だからなんかあの1年おきみたいな、柿とかもそうやもんね、何でもそうですよね、うんうん、いやいや、で、あの1回食べてみたいなと思ってるの、まだ食べてないんですけど、え、ソフトクリーム、あー、ソフトクリーム美味しいですよ、山桃の、うん、どう、酸味があるんでしょ、ほんのり、ほんのり、そんなめちゃくちゃ酸っぱくはないです。いやいや、中川山桃語りのホームページ見てたら、はい、いろんな商品があって、はい、ドレッシングやケーキやおまんじゅう、ゼリーとかね、コラーゲンゼリーとか、はい、うん、あのもちろんクローバーにもありますよ。ダックワーズって何？ダックワーズっていうのはちょっとサクふわっとした焼き菓子の間にあのクリームサンドしてるお菓子です。あ、そうなんや、いやいや、こうやって山桃でこう展開してるじゃないですか、はいはい、もっと他にできないのかなと思って、なんか他の食い方、他の食い方もかなりいろいろ皆さん出し尽くしされてますけど、それまずなんか どこがに依頼するか、どこが作るかによって何ができるか変わってくるんですか。焼き鳥屋さんとか、焼き鳥屋さんがどう使うかですよね。豚バラとは間に挟んで焼くとか、種があるんで真ん中に、ね、串刺さらないですね、却下されたね、はい、うん、うどんに入れる目が手になってんじゃん、なんか粉末に加工するっていうのをちょっと考えられてるで、例えばそういった粉末を生地に練り込んで、うん、ピンクの、ね、おうどんとかできたら可愛いかもしれないですけど、うんうんうん、ああ、なるほどね、明太子と一緒に食べる、やっぱり種があるね、味が負けますね、明太子強いからですね、やっぱり酸っぱいっていうところを見るとナマスとかなんかサラダ系、サラダ系はドレッシングあるじゃないですか、あ、ドレッシングか、なんですか、そういう企画をしたいんですか、なんかね、企画をしたい、じゃあそれここしかないっていう山桃語りさんに提案しようっていうか、そのもう入れてもらったらいいですか、メンバーにそ企画したいな、またこの辺りなかったことしましょうか全カット前回やりまあね、いろいろあるんで、皆さんぜひ中川市で山桃をご賞味ください。はい、あの、うん、クローバーにもあの山桃のクレープシュゼットっていう、 あれね、写真がうまそうすぎてね、やばいっすよあれ、はい、あれ何シュゼットっていうのはあのクレープの、食べ方の一つ、クレープやね、クレープですクレープ、うん、形はね、あの日本でクレープって言うとあの、ね、あのくるくるくるってクリームとか巻いた、うん、あのやつを皆さん想像されると思うんですけど、本来あのクレープはあのフランスの方ではああいう食べ方しないんですよ、うんうんうん、あのまあ、大体そば粉でするんですけど、あのガレットって言って、あの中にね、あの卵とベーコンとか炒めたのをこう完全に包み込まないで四隅をこう畳み込んだような、あのガレットもうちやってますけど、あのそういったのをいう食べ方をするんですよね。で その中のまたクレープの食べ方として、あの四つ折りにしたものをオレンジのソースで煮込んで、であの、まあ、アイスクリームを添えたりとかして、でオレンジソースで
こうナイフとフォークで切って切りながら食べるっていうデザートなんですよね。なんかオレンジソースって聞いただけでよだれが出ちゃうよねでそれをあの山桃のソースで煮込んでお出ししております。ぜひ、はい、食べに参りますんでよろしくお願いします。はい、締めようとしてるまだ時間たっぷり余っとんのたっぷり余っとん、まあ、じゃあ一旦こっちは締めますか。も締めようかな。エキセントリック中川駅ここです。駅ここ駅ここ駅スペで駅セントリックここだけの話略して駅ここ。あ、それ急ご次第急ご次第てなわけで、はい、てなわけでここだけの話なんですけど、 あれね、いや、うん、お便りが来とったっちゃろ。あ、来とった。はい、よろしく。久しぶりに、ちょっと今日の私が読み切れるかどうかわからないんですけども頑張って読ませさせていただきます。お願いします。はい、駅船の皆様元気ですか。ありがとう、元気です。いつも楽しく拝聴いたしております。よっしゃ。ラジオネーム梅雨だけに洗車するたびに雨が降る雨男です。よし。いつもちょっとしたら S さんですか。ですね、はい、ぽいね、はい、いつも毎回何かを記念しているハイブリッドドンをいつも楽しく聞いております。ありがとうございます。最近なかなか正解できません。修行が足りないんですね。を記念して、を記念して、記念した、はい、梅雨だけに昔から気になっていたことを聞いちゃってもよかですか。はい、よろしくお願いいたします。よかですけど、はいはい、どうぞ。野球ネタなんですが、伊藤ちゃんいない、伊藤ちゃんおらんね、うん、野球ネタなんですが、ズバリなぜヤクルトスワローズは応援席で皆さん傘を持って応援しているのでしょうか。子供の頃からずっと気になっていたのですが今更聞くに聞けず梅雨だけに思わず聞いちゃいました。スワローズってとこに何か関係あるのかななんて勝手に想像して己を説得して今日まで過ごしておりました。ご回答どうぞよろしくお願いいたします。ラブスポで聞けたら嬉しいです。それではまたお便りします。駅船様、あ、時々あのちゃんの歌でケッケッケロケッケッケロケロチューって歌が頭から離れません、眠れませんではまた失礼いたします。すごいねちょっとそのあのちゃんの歌を知らないんでケッケロは、いや、なんか一回見たんだけど覚えてないです。あ、それで質問にはまるさんは答えれるんですかあれスワローズでしょ、うん、スワローズツバメですよね。ツバメですね、うん、でも今度あの中川商工会のなんか今光かどっかに、違う違う、違う今光、違う、刀はどこだっけ何が何がか分からんからどこだか言えないあのスパローっていうのができてて、スパロースパロー、あの麻雀機の貸し出しだってされるお店が持ってるんですよ。持ってるっていうか今マップ作ってるんですけど出てて、そういうのが掲載してるんですか。うん、してます。へ、なんと今マップ作ってまして、去年大好評だった。中華もうあスパローズ、さあスワロースワローでしょ。だからそれはもう来週答えてもらう。ちょっと今日糸ちゃいないから答えれる人がいない。再来週かな、うん、そうなるかな、うん、じゃあ答えは再来週までお待ちください、うん、お待ちください、うんうん、まあそういうことで、そしてマップの話しようよ。それが一番あるじゃない。そう、ね、うん、マップっていうか N パスね。 N パスでしょ。要するにあの商工会がお店を紹介して、で、まあ、行ってくれたお客さんに、まあ、あのシールをあげて、そのシールが何枚かたまったら応募券がもらえて、5枚ね、うん、5枚、うん、応募券もらえないよ。あ、そうか、応募資格ができて、うん、応募資格が5枚一口 ね、うん、それで応募して当たった人にはプレミアム商品券が当たるという素晴らしい企画なんですけど、去年やったやつね。去年のまたパワーアップして、パワーアップしたのはその掲載料ね、うん、あの去年がね63社だったかな出てたんですけど、今年はなんと100社、うん、100ちょうど、100ちょうどやりましたよ、うん、すごい伸びましたね、うん、でやっぱちょっと厚みが、うん、厚みもなりましたすいません申し訳ない。でね、あのなんていうかな、難しかったところが先にね、あのカテゴリーごと、うん、
で、うん、分かるようにしようっつって、うん、食品とか、うん、ね、食品小売りとか、うん、住まいとか、うん、車とか専門サービスとか、うん、そういうふうにしようっつってやってたんですけど、うん、そうするとね、なかなか結構ねごちゃごちゃになってきちゃう、まあ、でばらつきが大きいでしょうね。そうそう、うん、で一応こうやってて途中で変更したのは、その50音っていうのはとりあえず、まあ、カテゴリーごとにはあの各お店の名前でね分かるようにしておいて、それでどこのページのどこにそのお店が載ってるんだっていうのを書きましょうと、インデックスで、インデックスで、はい、インデックスつけて、うん、で前と同じ形にしといて順番に、あのなんだっけ、南駅から近い ところから一応掲載してますけどね、でそれでずっと100社並べていったってことなんですけど、うんうん、では問題です、はい、100番目に載っている会社はどこでしょう。中川市内の申し込み順中やったらすぐ分かるけど、申し込み順じゃないですよね。あ、そうかもしれない、それも該当するかもしれない。じゃああの会議の場で決まった、まあでしょ知ってるな、だってあそこで決まったじゃないですか覚えてんないや申し込みじゃなくて、あのなんだっけ、中之島公園のちょっと先の方じゃん、うん、だから博多南駅から順番に作ってるから、うん、どうしてもやっぱそうなっちゃうよね。あ、掲載順もってこと。掲載順も申し込み順もなんだけど、まあ、掲載順と申し込み順は一緒じゃないでしょ。じゃあそしたら、どうなのかな、どうなのかな、どうなのかな、とりあえず言っていいんだよねこれねでもどうやって見るかな、だから食事行きたいと思ったら食品のところのインデックス見て、ああいうふうに、ああここがあるねって、それでページと場所が書いてあるから、番号が書いてあるからそれ見て、あいうえおで見るかな、ねえ、いや今から食事行こうと思ってこう見て、まず近いとことかで見たりする。名前知ってないと探せないから、それはインデックスやけど、うん、中身は前と一緒だから、うん、地区で書いてあるわけよ、うん、ですからほら、あの博多南駅前周りだったらあそこの会社の、うんうんうん、あそこの駅の周りの、十何社が載ってるわけじゃないですか、うん、で松木地区だとか片縄地区だとか、うん、松の木ね、あ松の木ね、うん、でそういうふうに載ってるから、うん、両方叶える、両方の機能をつけるんだったらそんな感じなんだろうなと思ってまとめてみましたとさ、うん、で、で終わり？終わり、終わりじゃないけど、ちょっと出来上がるの楽しみですよね。表紙は迷ったよね。表紙決まった、決めました。決めました。うん、かまた可愛らしいから。めっちゃ可愛いです。ちょっと楽しみにします。おーっと、今まであの去年の恋恋みくじのね黄色いお魚さんとは違って、良かったですよね、うん。あれも可愛かったよね。うん、今年のはね、おお。こう来たかって感じですね期待値上げますねハードル自分で上げちゃってねこけるパターンですね、うん、見てがっかり見てがっかりって言っちゃダメでしょ。シールのデザインは変わらない、変わらないです。去年の使いますよ。取っといてあるんですか、うん、今で、あのそうだよね、あ何話そうでしたんだっけ、忘れは読んだ途端に忘れてしまいましたね。ここカットね、その冷たい目いや、ねえ、ね、うん、ただね、やっぱりこう100件になっちゃうとそのページ割りでどうしても一マスとか空いちゃうんですよね、うん、そこをね今日と明日で埋めなきゃいけない。なんか可愛らしいイラストでも、うん、新幹線、まあ、とりあえずうなぎくんとか、とりあえずやっぱり中川だから中川のあのなんだ継承地とか、あ、うんうん、あと見に行きたいとことかそういうのがご紹介できればなと思ってやってます。さてさて、あのほら放送事故になっちゃうよこれいやこの前ですね、はい、うちのご親戚の、はい、結構高齢者の方が、はい、運転免許の更新に行かれたんですよ。更新に、うん、はい、ということはあれ高齢者になると1年ごとに更新なんだってね。ああ、うん、厳しいだろ。いやなんかなんだっけ、認知症テストがあるんです。なんかいろいろしないといけないですよね、うんうん、でその認知症テストでね、1回目受けてね
100点だよ、うん、20何点だった。これはもうメンテになりそうやねって、もう一回受けてくださいって言われて、うんうん、メンテメンテじゃなくて免許取り消し、うんうん、返納か返納になっちゃうよね、うん、更新できない、うんうん、それがねどんなテストかっていうとね12、3あるのかな。例えばあのブルドーザーとかものがあって、うん、その絵が書いてあるわけですよ、うんうん、で次に、飛行機とか、うん、乗り物ばっかりじゃないのでいろんなのがあって、冷蔵庫とか洗濯機とかそういうので12番まで覚えさせておいて、それからその途中で計算問題が出てくるんですよ、ザーッと計算問題バリバリやっといて、で最初のあれの何番目何でしたっけっていう結構むずいですね。そんな意地悪の問題があって、丸さんは無理やね。なんでだよ、俺は暗記方法知ってるからパッと覚えられるよ。10個20個覚えます一発で。でね、あのそれでそのうちの親戚の高齢者はね、うん、何したかっていうと、うん、あれがまたね試験問題が売ってるんですよ。あ、対策、対策、試験対策それが売ってあって、うん、で問題俺見たんだよ全部、うんうん、それでね見て、わあこんなんだってずっと感心してたら、うん、で次ねテスト受けて帰ってきた時に90何点取ったって、うんうん、おおそれ良かったですねっつって、うんうん、その問題集と全く同じことで取ったで問題集は何パターンかあるんですか。そう4パターンぐらいあった。あそのうちの1パターンが出てて、うん、完全に覚えてるから、うん、それで大丈夫なのって感じがしますよ。いや覚えてられるってことは大丈夫ってことなんじゃないですか、まあね、考えようによっちゃね、うん、それを一生懸命やることでまたね認知症予防にもつながってるかもしれないですしいやそれ問題集が売ってあってなおかつ問題がそのまま出てたっていうのはどうなのかなと思ってね。まあいいか、うん、まあ覚えられれば問題ないってことでしょうから、うん、暗記得意ですか。うん学生の頃はあの一夜漬けの女王だったので。あなんかアドちゃんが歌ってそうだね椎名林檎歌って一夜漬けの女王はい。あそんな感じ。今自信ないです。あれ暗記方法あんだよね、皮膚感で覚えたら覚えれるのね、うん、でもね昔はね電話番号何個も覚えとったけどね。ああ、覚えとったね。彼女の電話番号とか覚えとったな。自分のスマホの携帯の電話番号すら確認しないっていうところが、まあさすがにねもうちょっと使って長い番号なんで。そうなんですよ。例えばね、頭からさ1番2番3番4番5番6番って頭で顔全体に振っといて、あそこに氷とか言われたら冷たいイメージドンと乗せるとか、あ皮膚感から覚えてたら全部覚えます。っていう。うんつまんない話。いやなんかそういう暗記方法とかね、うん、ありますよね。でね、うん、そういうのがあって、まあ、皆さんねいろいろご活用ください。何の話じゃない。暗記法の話です。あ数え方の件で面白いのがあって、うん、ちょっとここで話すの何なんだけど、1から10まで言ってみて。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 なんで固まったのあれ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 じゃないの。いや実はですね、うん、うちの子が非常に数を覚えるのが苦手だったので、なんでだろうって、ね、4と7がやっぱ混乱するんですよ。なんでかなって思った時に似てるじゃないですか、7、うん、なんで、あ、しまったと思いまして、それで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていう風に教えるようにしたんですよ。そしたらさ、はい、10から順番に言ってみて。10から順番。1番は10から1まで。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。で、10から始めた場合、絶対ね、7とか7って言うんだよね。7、7、4って言いますよね、うん。なんで7って言わないんだろうなと思って。語呂が悪い。10、9、8、7、8、9、10。19、8、7。日本語って語呂合わせっていうか、8、7って言いにくいのかな。言いやすいリズムで言うじゃん、言うとこあるじゃん。あとアナウンサーとかがまた違う言い方するでしょ。本当、例えば0は0って言うんですよね、うんうん、0ね、日本語じゃないですよね、うん、うーん、そうなんだね。あと昔システムエンジニアはあれですよ、 ABCD って言いますから、ねうん、あ間違わないね、 D が T は T って言います、うんうん、なるほどね、いろんな話聞けるやね。 D ってよくおじいちゃんとかが言うみたいな、 D でもシステムエンジニアは最近は知らんけどね、俺らの時代は D って言ってましたね、うん、聞き間違いがないよ。ではまた次週視聴お会いしましょう。優しい